このチャンネルは元気のない人が少しでも元気になれますように、アスリートの頑張りを紹介しておりますので、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。元気ですか？元気があれば何でもできます。実況アナウンサーの柿野孝彦です。今回はですね、合気道と試合というテーマでお伝えをさせていただきます。まあこのですね、聞かせどころなんですが、試合をやることによってのメリット、デメリット、そしてなぜ今そう思っているのかということを中心にね、お話をさせていただきたいと思います。さあ、それでは早速お送りいたしましょう。ということで、まあ、今回はね、合気道と試合ということでお伝えをさせていただきます。元来合気道には試合はありません。唯一あるのは先般ちょっとご紹介した富木流の合気道でございます。あとちょろちょろっとね、まあ流派によってはあるみたいですけれども、まあ大別するとそうですね、今日本の中ではですね、大別すると4つの団体があります。で、合気会でしょ、養心会で、木の研究会ですね、東平福一先生の心身統一合気道、そして日本合気道協会富木流の合気道、この4つなんですよ。試合があるのが4番目の、富木流の合気道ですね。これが試合化をしております。で、試合化に関して、否定的な方も結構おられますが、私は肯定派です。で、昔からですね、やってみたかった試合を、まあ、自分が修練してだんだん自信がついてくるとですね、ちょっと試してみたいなという思いは当然のことながら出てくるんですよ。でもないわけですよ、試合がないから。俺本当に強いのかなとかね、どこまでできるのかなというのはどっかで試したいとずっと思ってたんですよ。で、高校生の頃にはですね、前もちょっとご紹介したように、私の時代は暴走族全盛の時代でした。で、中にはですね、暴走族潰しをやってるやつがいたんですね。で、たまに誘われたこともあるんですよ。今思うとね、やっときゃよかったなと思ったりもするんですけれどもね。そうすると実践でしょ、実践でやることによってですね、あ、間合いであったりとか、あ、ここは失敗したなとか、あ、ここで技の修正をしなきゃいけないな、まだまだ未熟だなってことが分かるんですけども、これがないと分からないんですよ。自己満足になる可能性がある。だから試合というのはあってほしいなと思いました。で、今でもちょっとありますよ。まあ自己鍛錬のものでは確かにあるんですよ、武道ってのはね、あるんですけども、やはり使えなきゃ意味がないとか、机上の空論になってはいけないと思うんです。やはりベースに使えるものがあって、その先に人間形成があるっていうふうに考えないとね、ただ単に偉そうなことを言って、じゃああなたちょっとやってみてくださいって言ってやられちゃったじゃ意味がないわけですよね。これがね、やはり問題点だと私は思ってます。あくまでも試験なんですけどもね、そういうふうに思います。富木健二さんはこう言ったんですよ。技に嘘があってはいけない、だから試合化を推奨したんですね。あの方は柔道から来ました。柔道もですね、まあ柔術から柔道になって、普及のために加納治五郎さんは試合化をしたんですよ。もちろん弊害があった。今でもそうですね、先般佐藤先生とお会いしました、富木流のね、やはり弊害もあると。試合化することによって危険な技は排除しなきゃならない。でもこっちのね、排除した部分も修練しなきゃならないから、型として残していくんだということなんです。でもこっちの部分とすると嘘があっちゃいけないんですよ。で、本当に効くのかということをやはりチェックしなきゃいけない。嘘があっちゃいけないんですよね。口で言うのはいくらでも言えるんです。効きますよとかできますよって。でもやったことがないことって実践でもできないです。だから私はずっと思ってました、試してーなーってもうこの年になるとね、今こんなそんなことをやってしまえば障害にしかなってえらいことになりますから、できませんけれども、やはりそういった部分はね、根底には持ってなきゃいけないんじゃないかなと思うんですね。まあそれが他武道から見ると、試合のある例えば空手とか柔道とかから見るとね、まあ合気道のちょっとクエスチョンの部分かもしれませんね。まあレスリングだってボクシングだってそうじゃないですか。試合があって、初めて分かる部分ってあるんですよね。スパーリングだけじゃないんですよね。彼らは試合になって、得るところもたくさんあるわけですね。まあそういった部分で、もちろん試合全てじゃないですね。試合家だけになってしまいますと、試合をやるための勝つためのトレーニングになってしまう。それだけではなくてですね、やはりその実践においてということも想定していかないと。そうするとやはり危険な技を除いたこっちの部分が重要になってくるわけですよ。身近なところで言うとね、一番そのあたりやってるのはね、朝倉未来選手ですよ。
彼はストリートファイターガンガンやってるでしょ、間合いとかもうできてるんですよ、ね、でその人が格闘技に来て今度その今までのストリートファイトであったものからですね、整理されたものを今作り上げてリングの中で戦っていると、いうことになろうと思うんで、まあ彼が一番その辺りを実践してるんじゃないかなと思いますね。ガッツ石松さんはね、弟が、ちょっとこっちの人と、ねいざこざがあった時にですね、10人か15人ですか、ぶっ飛ばしたんですね、KO しちゃったんですよ。ストリートファイターですよ、すごいなと。当時東洋太平洋のチャンピオンだったのかな、まあ、今ほどね、今そんなことがあるとですね、まあ、障害事件で偉いことになると思いますが、昔はそこまでうるさくなかった、ですからそういったね武勇伝があるわけですよ。そうするとやはり実際実戦においてはどうなのかと、一発で乗さないと危ないと、周り囲まれるわけですからね。要するにね、やってないと、ね、周りがわからない。例えばですね、今ね私がですよ、総合の選手とねやったとして勝てるかって言われると、うんってクエスチョンですよ。いや、ひっくり返されて決められるかパウンドされるかかなと思ったのもしますよね。これってやはりやってないからなんですよ。で、まあじゃあ今どうすんのと、じゃあストレートファイトしなきゃいけないのっていうことではないですね。まあ、やったら大変なことになるんで、いつでもこの実戦を想定してやっていかないと危ないですよと、絵に描いた餅になっちゃいますよということだと私は思ってます。あの合気道でもですね、例えば打ち込みと、まあ、受けがありますよね。横面打ち、正面打ち、まあ、突きもそうですね。こちらの部分もですね、合気道の打ち込みって結構批判されるんですよ。あんなもん使い物にならんとか、言われるんです。ですからそういった合気道の打ち込みにおいても、他武道の他競技の人から見て、おあの攻撃は結構使えるぜというぐらいの、やはり精度を上げていく必要性があるんじゃないかと思うんですよ、ね、ですから私もそのつもりで今見直してるんです。また皆さんに披露するまでのね、技の精度じゃありませんから披露はできませんけど、いずれ披露することが来るんじゃないかなと思うんです。ですからやはりそういった部分においてもね、で横面落ちたらあんなの実践で使えないよって言われるんですよ、よく。私はそれが悔しかった。でですからそういった、ただ横面でも、ね、正面打ちでも突きでもそうですね、そういった部分に、あと掴むという動作においてもですね、おっとうならせるぐらいのものがあってしかるべきだと思ってます。だからそういった部分もやっぱり考え直さなきゃと思って実はやってるんですよ。そうするとね、研究テーマがいっぱいあるので、あの偉そうに吹くのは誰でもできますから、それ自分でやっていかなきゃいけないからやってるんですよ。でね、今思ってるのはね、ちょっとボクシングもう一回やってみようかなと思うんですよ。ただ今ちょっと忙しいんでね、どうやって時間作ろうかなと思うんですよ。打撃に対する対応って大事じゃないですか。そうするとやはり実際にやってみないとわからんと、昔ちょっとかじったんですよ。その時もボクシングに対応するその間がわからんと思って、もうやっちゃえと思ってやったんですね。だんだん忙しくなっちゃって、フェードアウトしちゃったんですが、もう一度ねちょっとやってみたいなという気持ちはあるんですね。そうするとね、あの間がわかるじゃないですか。ですから、まあボクシングでスパーリングができるぐらいの、ちょっとレベルまでね持っていきたいなという気持ちはありますので、なんとかちょっとこれもね実現させたいなというふうに思ってます。では、じゃあ合気道においてね、そういった実践経験を積むためにはどうしたらいいか。外でストリートファイトするわけにもいかないし、ね、試合がまあある取引流であったらいいんですが、それ以外の方はどうするか。僕の提案、私の提案なんですけど、道場内でのスパーリングですよ。ボクシングでいうスパーリング、道場内でスパーリングをする、これがね必要かなというふうに思いますね。例えば肩や、ね、攻撃だけ、肩や受けだけで、投げたら1本、決めたら1本、押さえつけたら1本ということでスパーリングをする。本気で打ち込む方はもう本気でいく、ね、でも当たったって別にね、ちょっと痛いぐらいですよ、裂傷するぐらいですから、もうその本気でかかっていく、本気でついていく、本気で打ち込んでいく、そういったものをね、ですから肩や打ち込みはもう本当に精度を上げていく、肩や、ね、押さえ込む、投げる、そして決めるものを真剣にやる、このスパーリングってのはいいんじゃないかなと思うんですよね。これもちょっとね、機会がありましたらね、ちょっとやっていきたいなというふうに思いますよね。あの机上の空論にならないようにね、口だけ大事にならないように、私もね注意しなきゃいけないなと思ってますんで、それをどういうふうに具現化していくか、この時間のない中で、ということをね今いろいろ考えてるんですよ、ね、
ですから、まあ、合気道と試合という意味では私は肯定派なんでね、止め切り大いに結構なんじゃないかな、素晴らしいんじゃないかなというふうに思います。あの止め木健二さんが言っていたように、技に嘘があっちゃいけないんです。これはね、切に感じるところでございます。もちろん肩稽古で強くなれると思います。これは、当然否定もしませんが、それとともにやはりどこかでやっていかないと、ね、ですから私は道場内のスパーリングっていうのはいいんじゃないかなと思うんですね。やってないことは実践で出ませんから、これはもう間違いないんですよ。ですからどっかでやる、道場内のスパーリングいいんじゃないかなというふうに思うんですけどね。皆さんはどうお考えになるでしょうか。今回は合気道と試合というテーマでご案内をさせていただきました。この辺りでご礼を。元気ですか。元気があれば何でもできる、元気があれば発信もできます。実況アナウンサー萩野貴彦です。よろしくお願いいたします。バカさー